第45回全日本新人王フライ級決勝6回戦を行います。赤コーナー112番の矢田事務所属内藤大輔。全日本新人王フライ級の決定戦です。画面右が宮田ジムの内藤大輔東軍、こちらです。そして対戦相手西軍大阪帝拳ジムの福山昇です。両者とも KO 率の高いパンチャー同士の対戦です。打ち合いが見られるかもしれません。全日本新人王決定戦フライ級です。第1ラウンドのゴングが鳴りました。画面左エンジのトランクス宮田ジムの内藤大輔です。おーっといきなり右を放ってきました。宮田です。宮田ジムの内藤大輔、左のジャブで、おお左から右、内藤が積極的に左右のパンチを放っていきます。内藤大輔、96年10月にプロデビューしました。北海道阿武田郡出身の24歳です。宮田ジムでは今回この全日本新人王の決定戦スーパーフェザー級にも大串が出ています。去年のフェザー級松延秀和に続いて宮田ジムとして2年連続5人目の全日本新人王を狙います。お一人、いいですね、内藤君。出だしが硬かったですけどね、福山君ね。一方こちら内藤ですが勢い乗ってますね、はい、さああと一度ダウンを奪えば、あと一度ダウンを奪えばその時点で試合終了、はい、試合終了。なんと全日本新人王決定戦フライ級、試合開始からわずか1分少々、宮田ジムの内藤大輔歓喜の勝利。宮田会長とリング上で抱き合います。内藤君勝負強かったですね、出だしから良かったですよ。最初から左右テンポよくパンチを出していきました内藤大輔。宮田ジム全日本新人王フライ級の座を決定づけました内藤大輔。福山君は残念ですね、一方の福山力を出す間もなく試合が終わってしまいました。しかしこれは内藤大輔素晴らしい内容の試合でしたね。そうですね、出だしが良かったですね。